か。これ。え？いきなりこっち？これね、ポテトを挟む。これは？うわうわ。これ美味しい。うん。美味しい。美味しい。あ、ありがとう。白がね、こうカリッカリで美味しいの。うん。うまっ。美味しいね。うん。あ、芋甘いね。うん、美味しい。ホクホク。つまみに最高。うん。もうこれは進みますわ。じゃこれチキンナゲットっぽいやつ。濃いやつで。普通チキンナゲットってさ、ミンチにした胸肉って作るじゃない。これはそのまんま。そぎ切りして。あ、うまい。本当だ。チキンナゲットっぽいよね。うん。なんか衣に味ついてる。ニンニクと。うん。めちゃくちゃうまい。食べやすい。唐揚げとかより軽い、ちっちゃいから。パクパク。すごい脂のって。薄いから。全然脂っぽくない。あ、マスタードもあるよ。マスタード絶対かけたらいい。まあいいや。マスタードとケチャップが合わせると美味しい。たこ焼き風たこ焼いた。本当のたこ焼きだ。これコリコリしてて。ツンツンってつけて。ケチャップツンツンって。これ美味しいよ。たこ焼きの中のたこだ。これさ、一個一個がすごい軽いからさ、めちゃくちゃ食べやすいじゃん。絶対よ。甘い。おいしい？うん。よかった。和風ピザ風。和風なのこれ。ポン酢。ポン酢レシピ好きだ。これの方がパパ好きかもね。私はシーザーサラダのシーザーサラダドレッシング好きやけど。ちょっと。サラダ美味しいのはわかるけどさ、これよ。これね。食べるよ。これ何？韓国海苔と生ハムと。韓国海苔。クリームチーズ。クリームチーズか。これ食べていいの？全然食べて。うちらだけじゃ食べきれないよ。ちょっといただきます。はいはい。私も食べる。私もそれ食べてますね。わ、こんなに海苔香るんだね。あ、おいしい。めっちゃ合う。海苔が本当に素晴らしいアクセント。クリームチーズがいい。いいね。生ハムの塩味をやっぱり消してくれる。まろやかに。パパ絶対好きだよ。わかんないよ。だって生ハムしょっぱいからあんま好きじゃないって言ってた。大嫌いと思うよ。なんで？なんでそういうこと言うのさ。そうだよ。大嫌いかもよって言葉のチョイスよね。チョイスよね。かわいそう。でしょ。信じられない。なぜだろう、海苔がいい。海苔がいいの？硬くない？大丈夫？無理しなくていいよ。子供にはちょっと硬いよね、顎が。凄まじい破壊力でね。このクラスタンの香ばしい香りが。おいしい？本当に？美味しいでしょ。ペロッと食っちゃった。美味しいでしょ。中身何？そういうの俺全部好きなの。好きの中でもかなり上位に入るくらい好き。よいしょ。ここからが本番です。ここからが本番とは。なんだくいつも本番じゃないみたいなのが。2本目かな本番。コロッケちゃん。コロッケちゃん。麦にいじめられたの？いじめられたね。よく入ります。うん。ワイハキとラクロスってた。いじめられてたところ救出してきました。見えるかな。あ、見えない。黒いからね。して黒いからね。クです。クロスケです。名前はクロスケ。1ヶ月半です。こんにちは。はい、よろしくお願いしますって。肉球かじりたい。肉球かじりたいね。わかる。わかるよ。焼きそば美味しい。最後のごま油が。うん、ごま油が効いてる。焼きそばうま。焼きそばうまいね。せっかくこんだけ美味しいもの作ったのに焼きそばも超美味しい。チャンピオンだね。え、チャンピオン？それは。ええ、ひどい。焼きそばでお酒っていいね。マジ？俺何でもお酒いけるけど、別に焼きそばとお酒いけない？いや、いけないことはないけど。いいねってなんないかもしれない。いやだってさ、お祭りとか行ったらやっぱりね、ビール片手に焼きそば食べたいよね。今俺ビール片手に焼きそばも食べてるけどさ。でももうラー油かけたら一本も食えないから。そうだね、辛いね。でもこの前のプレチゲでだいぶ辛いのと克服。うん、違う。あれはあれ。いや、ラー油はラー油。昨日の夜作ってくれた甘いタレついてた手羽先のやつ、そう、胡椒がかってたでしょ。あれ一口食べただけで唇めっちゃ痛かった。でもあれは胡椒がないとね。そう、だからもうそれありきで食べてたんだけど、それぐらい弱いけど、ラーメン粉ちょっぴりっと食べるね。私全然大丈夫だけど。マジですか。スパイスの香りがすごく、それがないとね、名古屋のガーリックとかオニオンパウダーとか。ガーリックとオニオン違うでしょ。どうした？オニオンはたまにどうした？ちょっと頭の中でこうさガーリックとオニオン違うよね。まあなんか雰囲気似てるけど超ウケる。そういうのが入ってる。あれ高いんだよ。